客様のもとに下部の配送手続きを取らせていただきますので、最後にですねバイクの扱い方をご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。まず下部なんですけれども、鍵は3本ついてます。こちら全部同じキーで統一キーとなりますので、予備キーを使ってもいいですし、本物のキーを使っても結構です。ハンドルを左に切り切った状態で、ステムの下側見えますかね、こちらの部分でですねハンドルロックができます。これを挿していただいて180度回して抜くと、これ以上ハンドルが切れなくなってロックされる仕組みになっています。これ必ずやらずに置いておくと盗まれてしまいますので、使うようにしてください。シートを開けますと、こちらに、給油口がありますね。鍵を挿して回していただいた後開けていただく。ガソリン 1.5 リッターほどレギュラーガソリンが入っています。必ず届きましたらレギュラーガソリンを入れるようにお願いいたします。こちらメットホルダーですね。パチッというところまで締めてヘルメットを引っ掛けておくようになっています。あとはですねこちらガソリンコックがついています。下がリザーブ、矢印今、ですねここに矢印が書いてあるんですけれども、下向きこの状態で配送します。ガソリンが少なくなってくるとリザーブで、ガソリンスタンドに行ってガスを満タンにしたらガソリンコックをオンに、上向きのオンにするように覚えてください。あとは横向きのガソリンコックオフを必ず使うようにしてください。ガソリンコックオフで長期置けるようになります。送るときはリザーブで送るようにしてありますので、届きましたらガソリンスタンドに行ってガスを満タンにしたらオンにするように、オンですねにするようにお願いいたします。じゃあリザーブにしておきますね。よろしくお願いいたします。じゃあちょっとエンジンをかけてみたいと思います。キーをオンにするとニュートラルランプがつきます。ニュートラルランプがつきましたらバイクにまたがっていただいてキックレバーを踏み込みます。こんな感じですね。で今ですねチョークレバーというものは特に使いませんでした。寒い時期なんかはチョークレバーを引いてエンジンをかけるんですけど、ですね、今日みたいに気温が暖かい時はチョークレバーはいりません。チョーク引いてかけてしまうと調子悪くなってしまうので、毎日乗ってたり、ですね、する場合はですねチョークは基本使わないと覚えておいてください。調子もいいんですぐアイドリング安定しますね。こちらがブレーキ、後ろのブレーキで前のブレーキですね。こんな感じです。あとはハイビーム、ロービーム、ハイビーム、ロービーム、あとホーンですね。ホーンとウィンカー、反対側ですね。でギアの説明をします。前に1回踏むと1速、2速、3速、3回踏めるようになってます。で3速で2速、1速、ニュートラルで、ニュートラルランプが光るようになってます。よくあるのがですねアクセルを開けたまんまブーンギアチェンジをガチョンガチョンガチョンとやる人がいるんですけど、必ずアクセルを閉じてブーンブーンと回転数が下がったら2速回して、回転数が下がったら3速回して、これで60キロぐらいで走るような感じですね。で戻る際は後ろを踏んでもう一回踏むとニュートラルに戻ってきます。扱い方非常に簡単です。ぜひですね、楽しいハブライフを送っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。